本がふるさとの日本鹿さんや、ユーラシア大陸の西部がふるさとのダマシカさん。ダマシカさんの特徴は、他の鹿さんと違って、角の先が人間の手のひらのように大きく広がっていること。近くにいたら、よーく観察してみてね。それから、ラクダのような顔つきをしたのがラマさんです。ラマさんのふるさとは、南アメリカのアンデス山脈よ。性格がとってもおとなしいので、現地では家畜として飼われているわ。それと、白シマウマさん。グランドシマウマさんは突然変異で白くなっちゃったの。日本ではここ、東北サファリパークにしかいないとっても珍しい動物よ。ところで、私、キリンの姿は見つかったかしら。左手の柵の中にいるはずなんですが、私たちのふるさとはアフリカの木がまばらに生えた林や草原。大抵そこで1頭のオスと2、3頭のメス、それに子供たちで群れを作って暮らしているわ。身長は動物の中で一番高くて、オスは大きくなると体の高さが5メートル以上に、体重は1トンを超えることも。どう？スマートで大きいでしょ。さあ、次はゾウさんがいるわよ。草食動物たちが暮らしています。一番最初に出会える動物は鹿さんかな、それともラマさんでしょうか。それでは、ここで暮らしている仲間を紹介します。まず最初は、日本がふるさとのニホンジカさんや、ユーラシア大陸の西部がふるさとのダマシカさん。ダマシカさんの特徴は、他のシカさんと違って角の先が人間の手のひらのように大きく広がっていること。ラクダのような顔つきをしたのがラマさんです。ラマさんのふるさとは南アメリカのアンデス山脈よ。性格がとってもおとなしいので、現地では家畜として飼われているわ。それと、白シマウマさん。グランドシマウマさんは、どうかな、みんな楽しんでいるかな。さて、わしも自己紹介をしようかの。わしはアフリカのサハラ砂漠化している、陸上で一番大きな動物、アフリカゾウや。ところで、わしのこの長い鼻、とても器用だと知っておるかの。鼻の先には出っ張りがあって、それを器用とっても大きく、人間の子供のスニーカーくらいの大きさをしている。よく見たら見えるかもしれないぞ。で、その歯なんじゃが、すり減ってくると次の歯が前の歯を押し出すように生え変わる仕組みになっているんじゃ。深夜草原で暮らしている陸上で一番大きな動物、アフリカゾウじゃ。あ、注意してちょうだいね。餌をあげないと勝手に怒って唾を吐きかけられることがあるかもしれないわよ。一つ一つがとっても大きくて丈夫な筋肉で支えられています。これだけなの。どう？便利な機能でしょ。それから、この近くにはシマウマさんもいるはずですが、あ、そうだわ。そのシマウマさんに餌をあげるときは、餌を投げてあげてほしいの。どうしてかというと、そうな気もするけど、私と同じアフリカのサバンナで暮らすシマウマさんにとっては、あの黒と白のシマ模様が混ざり合って灰色に見え、天敵の動物から身を守る効果があるそうよ。それに、群れを作ると島と島が重なり合って、何頭いるのか、どっちに向いて走っているのか分かりにくくなる効果もあるわ。来て休んでいる時があるから気をつけてくださいね。ゆっくり進むときっと道を譲ってくれるわよ。それから、ここには先ほど紹介したラマさんもいます。ラマさんは機嫌が悪くなると、ネットでは動物専用の餌を販売しています。
この先まだまだたくさんの動物と出会えますので、動物に餌をあげてみたい方は係員に声をかけてください。まだ餌をあげてない方、車に乗ったまま動物に餌をあげられるなんて機会はそんなにないので、ぜひチャレンジしてみて。